仕事を辞める人と続けられる人の違いとは。精神科医カバサワシオンのカバチャンネル、今日はスコットランドのプルトニー蒸留所テイスティングルームからお届けしています。プルトニー蒸留所といえば私の大好きなウイスキーオールドプルトニーを作っている、ね、蒸留所でございます。スコットランドでもすごい北の方にあるウィックという、ね、すごい、まあ、田舎町にある蒸留所なんですけども、非常に遠いですけども、ここに来られて私ウイスキーファンとしてとっても嬉しいなというひとときでございます。そんな感じでここから動画を届けられるというのもね、非常に大きな楽しみであるわけですけど、今日は質問をいただいています。サイコキラーさん、28歳男性、仕事を辞める人と続けられる人の違いは何ですか。まあ、シンプルな質問でございますけどね、これなかなか難しいというか、いろんな複雑な要素があると思いますね。一言で言うのも難しいと思います。仕事を辞める理由っていうのもたくさんあると思う。自分に合わないから辞めるのか、人間関係が良くないから辞めるのか、あるいはその人がもともと何かご我慢に弱いのか、いろんな理由があると思うんですけども、まあ、一方で辛抱強く、ね、続けられる人もいるということはあると思います。私なんかはですね、経営者の友人とかはたくさんいるんですけど、人を雇っても例えば何かこう失敗した時に怒ったりするとですね、次の日から来なくなるとか、あるいはバイトの人とかがちゃんと面接をしてですね、採用したのにいきなりある日から突然来なくなるとか、そういうことをたびたび経験するっていうことはよく聞くんですよね。私はいくつかの要素があると思うんですけど、仕事が続けられない人の一つの理由はレジリエンスっていうのが弱いのかなと思いますよね。レジリエンスっていうのは心のしなやかさです。いわゆるレジリエンスというものが弱いとメンタル疾患になりやすいということです。逆にレジリエンスが強いということは、いろいろなストレスに対応しやすいということです。バネです、心のバネ。心が柔らかでしなやかなので、ストレスがわーっとかかってもふっと緩めることによってそれを受け流すことができるというですね。レジリエンスが弱い人は真に受けちゃうんですよ。ストレスが来た時にガーンとこう受けちゃうわけですね。なのでそのレジリエンスってことは最近注目されてるんですけど、これなんか非常に重要な考え方かなと思います。職場なんかでもですね、例えば最初に勤めてね、初日からいやこの会社楽しいとか、この会社やりがいがあるとかね、いきなり最初の1日目とか最初の1週間目でそう思うってことはまずありえないことだと思うんで、最初の仕事を覚えるまでやっぱりいろいろ大変だったりですね、いろいろなプレッシャーがあったりですね、いろいろな制限があったりですね、なかなか仕事をうまくこなすようになるまでは楽しいっていうのは難しいと思うんですけど、そういった時もいろいろな心のしなやかさでね、真に受けて深刻になっちゃわないでね、それをうまく受け流しながらですねやっていくということ。深刻に捉えば捉えるほどストレスを真に受けてしまって辛くなって仕事を辞めたくなるっていうことに、ね、なっていくと思います。逆に言うとですね、楽しむ能力って私非常に重要だと思うんですよ。何かを与えられた時にそれを楽しめるかどうかってことです。それが自分にとって苦手なことであれば、自分の苦手を克服できるチャンスだっていうふうに、ね、思えば楽しめるわけですね。それがなんで俺はこんな苦手なことをやらされるんだよっていうとマイナスになって落ち込んでしまうわけですけど、何事でもですね、例えば自分の苦手なことでも自己成長させるチャンスと考えることもできるし、コンフォートゾーンから脱出してですね、自分への大きな挑戦であるというふうに捉えることもできるわけです。そういうふうに物事を楽しめる能力っていうのかな、そういうのを持ってる人と持ってない人っていうのは人生が全然楽しさとしても変わってくるし、逆に言うと楽しむ能力のない人はどんな職場に行っても楽しくないですよ。そんな 100% 楽しい職場なんてあるはずがないのよ。それはね、もしあるとしたらそれは自営業で自分で作っていくしかない。誰かが作り上げた職場っていうのはあなたのための職場じゃないわけだから、それはね、あなたにとって 100% 楽しい職場っていうのはまあ普通はまあありえない、大変です。どこの職場もどこの仕事も大変なんですよ。だからその部分を含めて大変な部分を楽しめるような能力を育てていけば、どこの職場にいても楽しいってことは起こってくるけども、ここはダメだ、あそこはダメだ、次の職場もダメだ、なんで俺に合う仕事はないんだみたいな風にね考えてるうちは、まあ永久に楽しい職場も自分に合った職業を見つからない。自分自身が変わっていかないと、自分に合う職場を見つけるのではなく、いい職場を見つけるのではなく、自分自身が成長して変わっていかなきゃいけない。自分自身が成長して変わることによって普通の職場も楽しい職場になるかもしれないし、あなたのコミュニケーション能力を生かすとつまらない殺伐とした職場が実は明るく楽しい職場に変えられるかもしれないっていう、そのぐらいの積極的でポジティブなものがあれば、それは楽しく仕事をしていくことができますよね。ということで、まあ仕事を続ける人続けられない人の違いっていうのはあると思うんですけど、あなた自身が自己成長することによって、あなたが仕事を続けられる人に変わることができるということは間違いないと思いますので、その方向に向かって努力していくということは素晴らしいことなんじゃないかと思いますよ。仕事ができる人になる方法。精神科医カバサワシオンのカバチャンネル、今日は質問いただきました。ハッチの父さん、42歳男性、上司に仕事のできないやつ扱いされています。今まではそんなことなかったのですが、今年からいきなりそのような扱いを受けており戸惑っています。こんな時どういうふうに対応すればよいか教えていただけますでしょうか。今まではそうでもなかったのに仕事ができないというふうに言われるようになってしまったということなんですけども、実際はどうなんでしょうか。ものすごくできてるんでしょうか。職場で私は一番仕事ができてるのにできないというふうに言われてるんでしょうか。おそらくそうではないんじゃないかなというふうに思うんですね。それなりにぼちぼちなところがあるのでマイナスの評価を受けてるんじゃないかと。
なので私の対処法としてはバリバリ仕事ができるようになればいいということですよね。結果としてそのためにはどうしたらいいかっていうと、アウトプット大全でも書いてありますけども、インプットしてアウトプットしてフィードバックをして自己成長していくってことですね。だから今の自分が例えば自己評価で70点だとすると、75点80点85点90点の自分になっていくという、そこを目指すべきなのではないでしょうか。今は自分の評価が70点だとしましょう。70点で大して勉強もしてない、今のままだけども仕事ができるように私は言われたいって言っても、それって無理なんじゃないかなと思いますよね。今より仕事ができるように自分自身変わらない、1年後も変わらない、5年後も変わらない、10年後も変わらない、それなのに10年後、君すごい仕事ができてるねって言われますかったら、絶対言われることはないと思います。だから成長していないということですね。あるいは急に言われるようになったというと、この方も42歳なので、同じレベルでずっといたとしたら、君成長しないね、君仕事できないねってことになるんですよ。例えば20代のことはバリバリやっていたけど、その後ずっと成長しないとしたら、40代の頃は普通はもっと成長してるよねっていうことになると、あるところから君仕事ができないねって言われるかもしれないですね。つまり成長していかないといけないっていうことです。長く職場にいるわけですから、仕事を上手にこなしたり、生産性を高めたり、他の人を上手に指導したり、信頼を集めたり、仕事ができるようにならないといけないということです。自己成長していく必要があるということです。自己成長するためにはどうしたらいいかというと、勉強をするということです。学ぶということです。一番いいのはやっぱり読書をしたりですね、あなたにとって一番苦手な領域とか、うまくできてない領域を本によって学ぶ、それを実践することによって短所を克服していく、あるいはあなたが得意とする領域についてもっと学んで、その部分を伸ばしていく、長所進展、短所克服か長所進展ということになってくると思うんですけど、そういった部分をうまく使いこなしながら、今よりも仕事ができる人にやっぱりなるように努力していくということが重要ですね。いきなり仕事ができる人にある日突然なるわけではないけど、そういう努力をしてると間違いなく、君結構頑張ってるね最近っていうふうにおそらく言われるようになるんじゃないかなというふうに思います。ということで、職場の、上司や同僚や、後輩っていうのは意外と、あなたの頑張りとか影の努力も含めて意外と見ていたりするということがありますので、もっと仕事ができるように努力し、本読んだり、それをアウトプットしたり、それを実践したりしていくということをしっかりやっていくと、どこかのタイミングで君頑張ってるね、仕事が最近いいんじゃないのっていう、ことにどっかでなっていくと思いますので、自己成長を目指したインプットとアウトプットをやっていただきたい。そのために参考になる本としては、私のアウトプット大全という本が、自己成長の法則を書いてありますので、ぜひ読んでそちらの方も勉強していただけたらなと思います。カバチャンネル3313本の全動画リストをプレゼント。ダウンロードはコメント欄のリンクから。転職とお金、精神科医樺沢志郎のカバチャンネル、今日は群馬県榛名湖よりお届けしています。今日質問いただきました、直志さん30歳男性、ストレスフリー超大全の中に転職の見つけ方についての記載がありましたが、転職があまりお金につながらない職業だった場合でも、その仕事に従事した方がいいのでしょうか。これについてはストレスフリー超大全で説明されていたと思うので、もう少し詳しく読んでいただけると理解できるんじゃないかなというふうに思うんですけども、おそらくこれは転職のところじゃなく副業のところに書いてあったと思うんですけども、今の仕事をしていてね、お金がないから転職したい、今の会社は給料がないから辞めたいっていう人結構多いんですけども、一つはお金というものはもちろん大切なんだけど、今の職場が非常に働きやすく充実してやれるとか、あるいは皆様のキャリアを積むことができる、経験を積むことができる、会社に勤めていたことが後々役に立つというようなことであればですね、他の方法選択肢っていうのがあるんですね。例えば副業をするっていう選択肢ですね。だから経験やそういうキャリアというものを今の会社で積みながら、少し空い隙間時間を使って副業をするということであれば収入が得られます。例えばその20代の人とか30代前半の人とかが仮に転職したとしても、給料5万円以上上がるって普通は考えづらいですよね。もし上がるんだったらもうとっくに転職してると思うんですけども、給料が高いところに転職するって言っても結局数万円ぐらいしか違わないってことになったとしたら、それだったら月数万円ぐらいの副業しても同じっていうことになるじゃないですか。だから自分のメインの職業と副業でよってお金をサポートするって発想っていうのは、まず一つ皆さんに持っていただきたいなということですね。でもう一つが転職って話になってきますけども、転職っていうのはライフワークっていう言葉になりますね。で、仕事というものをライスワーク、ライクワーク、ライフワークっていう3つに分けると分かりやすい。ライスワークっていうのは生きるためにはお金が必要なんで、とりあえず働かなきゃならない、好きな仕事とか嫌いな仕事とか言ってられませんので、働くために給料を得るためにする仕事というのがライスワークですね。ライクワークっていうのは適職と訳してもいいかもしれません。あなたがやっていて楽しい、あるいは充実している、仕事がそんなに嫌じゃない、ストレスにならないでできる、ライクな好きな仕事という意味でライクワークですね。さらにその
上のライフワークっていうのは天職、生きがい。自分はこの仕事をやっている時は本当に自分らしさを発揮して非常に生き生きと輝ける、これをやるために自分は生まれてきたんだっていうものがね、ライフワーク、天職っていう形になります。で、それぞれ売長大全も書きましたように、ライフワークを見つけるっていうのは例えばそんなすぐ簡単に見つかるものではないし、いろいろな仕事をやりながら、あるいは人生生きながらですね、最終的にたどり着くものなので、20代の時に私はこれは天職だと思ってついたとしても意外と違っているっていうことも逆にあり得るわけですね。なので、やりながら、行動しながら、修正しながら、フィードバックしながらね、より天職に近づいていくという発想っていうのが必要かと思います。例えばミュージシャンになりたいみたいな人がいた場合ね、ミュージシャンってなかなかお金を稼ぐっていうのは難しいと思うので、副職として何かお金を稼ぐことをしながらミュージシャンを目指すっていう方法って例えばありますよね。ミュージシャン転職ですけど、ライスワークっていうのを別に持っていてもいいわけです。ミュージシャンの方が成功してくればそれやめればいいわけなので、仕事を1個しか持たないっていう発想自体が皆さんの人生の選択肢というものをものすごく狭めているわけですよね。やるかやらないかじゃなくて、そのように複数のライスワーク、ライクワーク、ライフワークの3つというものと、それに副職っていうことをこううまく組み合わせると、いろんな可能性っていうのが見えてくるんですね。ライフワークをやりながら、ライスワークも併用しながらいけば、好きなことをやりながらもお金も得られるっていうようなことが発想ができるってことになってきますね。そういうふうに自分のやりたいことっていうのをすぐ見つかるっていうことではないので、いろいろな試行錯誤しながらですね、あるいは生きていくためには働かなきゃいけないので、生計を立てながら、より良い方向にこう軌道修正しながら、最終的にあなたの転職っていうのをね、見つけてほしいなと思います。今日質問いただいた方は30歳の方なので、30歳の段階で自分がこれが一番やりたい職業だっていうふうに思って、例えばその職業にうまくつくことができたとしても、それが本当に自分が一番やりたかったかどうかっていうのは私は分からないと思うし、違う可能性っていうのも多いと思うし、あと仕事の種類っていうのもあるけども、誰と仕事をするかってもとても重要で、嫌いな仕事をしてもそこにいる仲間がものすごくいい人だったり支えてくれたりすると意外と楽しかったりするっていうのもありますので、いわゆる職場の雰囲気とか職場の人間関係とか、あるいはその会社自体がとても働きやすければそれはいい会社で、この会社のために働くのがライフワークだというふうに思うかもしれないのでね、あまりこう私はこれやりたい、これ以外は意味がないっていうね、そういう融通性ではなく、こういろいろな選択肢の中から試行錯誤しながらやりながら考えていくってことが最終的にいい結果になるんじゃないかなと思いますので、ぜひですね、今みたいな融通性のある職業選択、仕事の選び方っていうことをして、ぜひ最終的にライフワーク、転職にたどり着いてほしいなと思います。仕事ができる人の特徴ベスト3。精神科医カバサワショーのカバチャンネル、今日は質問をいただきました。ステイドリームさん、41歳男性。カバサワ先生の中で仕事ができる人の特徴ベスト3を教えてください。はい、仕事ができる人と仕事ができない人というのがいると思います。皆さんの職場の中でもね、あいつすごい仕事ができるな、こいつ仕事ができないな、皆さんどっちでしょうかね。ということで、今日の仕事ができる人の特徴ベスト3を知ってると、あなたがもし仕事ができない人であっても仕事ができるように変化していくきっかけになるかもしれません。カバサワが考える仕事ができる人のベスト1は、インプット力が高い人、アウトプット力が高い人と言うと皆さん思ったでしょう。ベスト1はインプット力が高い人です。インプット力というのは、仕事の指示を聞いてもそれを聞き漏らさないということですね。これはとっても大切ですね。ほとんどの人は人の話を聞いてるようで聞いちゃいないですね。左から入って右側に抜けていきます。だからよく私も患者さんにカウンセリングとかいろいろ説明をした時に、今言ったことを言ってみてくださいって言うと無言になる人がほとんどなんですね。薬の説明とか副作用の説明して、分かりましたか、はい分かりました、じゃあ今言ったことを覚えてる範囲で言ってみてくださいって言うと無言になるんですね。何一つ言えないんですね。何も理解してなかったし、何も聞いてなかったし、何も覚えてないんですね。それをザル聞きと言います。皆さんが上司やチームリーダーから、じゃあ何月何日まででこれやっといて、ここの誰々社に連絡取って、その承諾を得て、承認の書類をもらって、それも添付して、さらに何とかの書類と何とかの書類もつけて、何日までに提出してっていうふうにこう言われると思うんだけど、そういうふうに何か仕事の依頼をされた時に、ポイントが5個から10個ぐらい入ってると思うんですね。仮に10個のポイントが入ってたとしましょう。ザル聞きなんですよ基本的に。それ直後に、じゃあ今言ったこと言ってみてって言ったら、いくつか落とすんですね。例えば何々社からの書類を添付してって言われてるのを聞き漏らしちゃうと、絶対それやらないわけですよ。言われた直後にすらやってないのに、1週間後の締め切りにやってるってことはありえないわけだから、聞き漏らすとやらないんですね。10個のポイントがあった場合、何個ぐらいまで聞けるかっていうと7個ぐらいが限界です。メモを取らないで聞いた場合は、すごく能力の高い人は10個のポイントを言われた場合、10個のポイント
ポイントを覚えて後でメモしたり記録したりして漏らさないことができるんだけど、普通の能力の普通の人は 7,8 個までしか聞けなくて必ず 1,2 個アウトします。ですからどんなに皆さんが頑張っても聞き漏らしたことに関してはできませんから 80% ぐらいの仕事の出来になる。それを出したら、お前何々やってねえじゃねえか、これ A 社からの資料が添付されてないじゃないかって言われたら、すいません忘れてましたって言ってやり直したりするんだけど、最初からザル聞きで聞き逃してるので忘れましたじゃないんですよね。聞いてませんでしたっていうのが正しいんです。これがインプット力ですね。だからアウトプット力も大切なんですけども、インプット力が低いと最初の指示を聞き逃してしまうと、どれだけ仕事能力が高かろうが頭が良かろうがバリバリ仕事をする人だろうが意欲的な人だろうが、最初の仕事の指示を聞き逃しちゃうとどうにもならないわけですよ。その後 100% やりようがないわけですよ。だけど大体ほとんどの人はそういうふうに聞き逃しというのをやってる。多くの人が仕事ができなかったりなんかミスが多いっていう人は、別にミスが多いわけじゃなくて最初から聞けてないんですね。それを防ぐためにはどうしたらいいかっていうと、メモを取りながら聞きなさいって話です。なのでそういうふうに重要な話を聞くときは必ずメモを取る、もしくは急に言われたなら終われた瞬間にパーッと自分の机のとこに行ってメモを取るか、急に上司から指示を言われたら言われた瞬間に自分の机のとこに行ってバーッてメモを取るか、あるいはスマホをパッと開いてメモをするかっていうふうにして、言われてから1分以内にメモらないと、できれば30秒以内、時間が経てば経つほど忘れていきますから30秒以内ですね。言われてから30秒以内にメモれば10分の10でポイントをメモすることはできますけど、3分5分経っていくとどんどん脱落して1時間後だと2つ3つまた落ちてくるんですね。そういうふうにちゃんと指示というものを守らない人がほとんどなんだけど、それはなぜ守れないかっていうと、ザル聞きだから、聞き逃すから。ということで、仕事能力が高い人は間違いなくインプットが高いです。インプットが低い人は今のように聞き漏らす人なので、どう見ても仕事できない。インプットが重要。これはインプット大事に書かれています。今の話ね、仕事ができる人の条件ベスト2はアウトプット力が高い人ですね。樺沢だからインプット力とアウトプット力ではアウトプット力の方が重要っていうふうに言うんじゃないのっていうふうに思いながら聞いてる人もいたと思うんだけど、皆さんの会社の仕事というのは基本的にインプット仕事なんですね。インプット仕事って何かというと、巻いたのにも書きましたけども、人から言われた仕事をそのままやる、言われた仕事を言われた通りやる仕事がインプット仕事です。アウトプット仕事というのは、自分でいろんなアイデアを追加したり、自分で考えたり、自分で提案したり、自分で新しいことを追加したり、よりグレードを上げたり、自分で考え自分で行動してアウトプットを追加していく、アウトプットを中心にしていく仕事実がアウトプット仕事です。これはクリエイターの方とかはアウトプット仕事をしてると思うけど、普通の会社員の方はいろんな提案をしても、テレビの CM とかでもありますけど、何か提案しても、うちの会社では無理だねって一蹴されたりですね、これはこういうふうにした方がいいと思いますって言っても、そんなこといいからまず基本的なところやれよって言われたりするので、アウトプット仕事とはあまり一生懸命やってもうざいと思われるようなね、会社も多いと思うので、基本的に日本の会社の大部分はインプット仕事なんですよ。だからまず言われたことを言われた通りやるという基本的な部分、10個の指示を出されたら10個をきちんと平均的なクオリティでやるというのが仕事ができる人の最低条件。だからインプットが先なんですけど、とはいえじゃあどこで差がつくんですかっていうと、アウトプットで差がつくんですね。アウトプットっていうのは話す、書く、行動するということなんです。だからあなたがいろんなことを考えていろんな仕事を一生懸命やったとしても、それが他の人に伝わってないと社内での評価っていうのはされないんですね。だから皆さんが思うのは、俺はずっといつも残業して夜中まで頑張ってるのに、なんか6時ぐらいにいつも帰る容量のいいやつが評価されて昇進していくっていうのがあると思うんだけど、その人はアウトプット力が高いんですね。インプット力はあなたと同じぐらいかもしれませんけど、アウトプット力が高い。アウトプット力が高いってことは、自分のいろんなことを言葉にして伝えることができる。自分が頑張ってますよってことを気づいてくれんじゃねえのっていうんじゃなくて、自分から私はこういうことをやってますとか、こういう風にしてますってことをいろいろと悪く言えばアピールなんだけども、言語化として伝えていくのが当たり前ですね。あと、ほうれん草、報告、連絡、相談っていうのもアウトプットですね。全部ね、報告して連絡して相談する、全て話すアウトプット、あるいはメールやメッセージで報告すれば書くアウトプットですね。ほうれん草っていうのもアウトプットなんですね。だいたい仕事がダメな人ってのはほうれん草ができてないんですよ。だからほうれん草なんて今時古いとか、ね、ネットの記事でよく見かけるけど、古いどころじゃなく、ほとんどの人はほうれん草できてないわけですね。適切なタイミングでベストな報告、ベストな連絡、ベストな相談ができていれば、トラブルやミスなんか発生するはずがないんですよ。少なくとも発生するのであれば、それは上司が把握してるわけだから、自分の責任じゃないはずなんですね。何か問題が起こった場合、できるだけ早く報告して相談しておけば、対応や対処ができるわけだから、いろんな突発的なトラブルってあるかもしれませんよ。例えばクライアントさんがいきなりここを変更してくれと言ってきたとかね、自分の会社の領域じゃない部分もありえるけども、多くの場合は報告、連絡、相談
相談で、お前何店やってんだよって言ってこっぴどく叱られる場合は、そういうほうれん草などがうまくいってないような場合が多いわけですね。ほうれん草知れって言ったら、どのタイミングで相談すればいいか分かりませんとか、そういう質問が必ず来るんですけど、それはアウトプット力が低い人ってことなんですよね。分かりやすく言うと、報告しろって言ってすごい長いメールで報告してくる人もいるんですけど、そんなのいちいち読んでられるかって話になってきて、季節の要点をまとめて報告しなきゃいけないんですね。それがアウトプット力です。だからアウトプット力が高い人が評価されるんですね。だから仕事してないように見えて、そういうふうに評価される人は適切に報告したり適切に相談したりしてるはずなんです。あるいはコミュニケーションっていうのもアウトプット力になりますので、職場の人間関係がどうのこうのっていう人は大抵コミュニケーション力が低い人ですね。なのでコミュニケーション力を高める練習をしていくと、人間関係というのは良くなってきます。具体的な方法はアウトプット大全に書かれておりますし、もし存もしも社畜ゾンビがアウトプット大全を読んだにも書かれておりますので、アウトプット力を高めたいという人はこの2冊を読んでほしいと思います。樺沢が仕事ができる人の条件ベスト3は、フィードバックできる人です。修正できる人です。この修正するっていうのが重要で、ミスしたり失敗するってことは誰でもあるんですね。重要なのは同じミスを二度としないってことなんです。これが修正力ですね。怒ってしまったことはしょうがないですけども、そこでなぜ怒ったのか、なぜ失敗したのかっていうことをきちんと考えて、それを次の仕事に役立てていく、次のプロジェクトに役立てていく、そうすることで同じミスはなくなり、より高い仕事ができるようになるわけですね。これが修正力。これをかっこよく言うとフィードバック力っていうふうになるわけですね。だからフィードバック力が高い人はどんどん成長していきます。1個プロジェクトをやるごとに確実に成長していきます。フィードバックしない人は成長しませんから、また同じミスをしたりして低迷するわけですね。ここでどんどん差がついてきます。同期入社なのにどんどん成功していく人と、なかなか成功しないでイライラしている人と分かれていくっていうのは、フィードバック力の違いですね。修正して自己成長していくんですね。だからフィードバックするってことを皆さん意識してほしいなと思いますね。一生懸命頑張ってるのに一度も評価されないという人は、フィードバックが足りない人なんです。大抵はね、自分は頑張ってるけど評価されないとしたら、何かが足りてない部分があるんですね。それを自己分析して自分で補ってやっていかないと、いつまでも評価されるはずがありません。あいつだけ昇進しておかしい、俺は頑張ってるのにっていうような人は、ちっともフィードバックができてないから昇進しないんです。フィードバック力が低いから、自分の欠点やできてない点が理解してないので評価されないんです。ということで、インプットアウトプットフィードバックって揃うんですね。インプットをしてアウトプットをしてフィードバックをしていくと自己成長が起こります。インプットアウトプットフィードバックのサイクルを回すことで自己成長しますし、仕事力がアップするし、会社での評価もアップするし、昇進していくし、給料も上がっていきます。いいですか。インプットアウトプットフィードバックのサイクルを回してほしいんですね。その上で順番に回していく必要があるので、まずちゃんとインプットをして、仕事の指示を聞かなければいけない。きちんと伝えたりほうれん草をしたりしてアウトプットしていかなければいけない。もし失敗したりミスしたら修正してフィードバックしてっていうことを繰り返していくと、確実に成長していきますし、確実に仕事ができる人になっていくしですね。だから自分は仕事力が低いとか、昇進しないとか、評価されないという人は、今のインプットアウトプットフィードバックのどこかが詰まっている、あるいは全部できてないのどちらかです。間違いなく全部できてれば絶対うまくいってるので。ということで、インプットアウトプットフィードバックの方法に関しては、拙著アウトプット大全、もしくはもしも社畜ゾンビがアウトプット大全を読んだら、漫画版ですね。漫画版の最近出たこのもし存の方を調子してます。普段ビジネス書を読まない人でもアウトプットの仕方がわかるということですね。あと先ほど言ったインプット大全に、そのザル聞きっていうことをすごい詳しく書いてあるので、このザル聞きというものを直さない限り、皆さんも仕事力はアップしないので、このインプット大全の方もちょっとチェックしておいてほしいなと思いますね。本当にほとんどの世の中の 90% 以上の人はザル聞きです。人の話をちゃんと聞ける人なんてほとんどいないです。私も聞けません、メモしない限り。だから基本的に 100% の人はザル聞きなので、忘れないようにメモをしながら聞く、アウトプットですね。インプットにアウトプットを掛け合わせることで仕事力がアップしていくということになりますので、ぜひ皆さんも今日の話を参考にして、皆さんの仕事力アップに役立ててほしいなと思います。